すごいなスピードは。めっちゃ厳しいんですよ。めっちゃ厳しい。だからさっきのね、170しか飛んでないんだけど。150m。これはすごいなでもスピードは。ちょっと違う。これやばい、これほら。ああ、こんだけ。あ、まあいいや。じゃあ始めますか。はい。ちょっとまあこんだけっつったけど、本当多分200飛ばない。機械厳しいでしょ。厳しい。ね。本当はいくついくつだったの？200、当たって220とかですね。20とか言ってます。でも、なんか分かんない。でも、はい、まあだって同じプロ打ったらね、結構厳しかったです。厳しいです。はい、でも、じゃあこの中で今日はちょっと、まあ距離もそうなんですけど、スイングを、まあ、この間アイアンでも説明したんで、まあそれを、まあ、取り入れながら、はい、ドライバーとちょっとイメージが変わってるんで、その辺もレッスンしたいと思います。はい、お願いします。スニーカーがバレンチン。途中持って帰ろうと思って、ちょっと入らない。入らないでしょ、多分。ああ、飛んない、飛んない。まあでもね、やっぱり、はい、あ、でも190ぐらいの走りするの。ね、やっぱり感性っていうか、スピード、筋力があるんで、まあ、今もう亡くなったかもしれないけど、前やっぱり現役やってる時って結構もう関節あんまり使わなくても手のスピードでパンと飛ばせたと思うんですよ。で今もやっぱりすごいですね、アマチュアの人にしたらこんだけのスピード、うん、で大したことないんじゃないと思うかもしれないけど、多分これなかなか出ない、出ないですね、うん、多分おそらくコースで今ので本当に220いってると思います。20ぐらいだね、うん、多分220、うん、20ぐらい、まあ、30ぐらい、小田でプロ打っても大体30ぐらい厳しかったので、うん、このめちゃくちゃ振って320しか飛ばない。そう、まあ、いつも大体小田でプロで350ぐらい飛んでるので、あ、そうなんだ。これは本当厳しいです。だからちょっと今見てやっぱり気になったのが、やっぱり腕のスピードっていうか手のこれはすごい出ると思うんですけど、まあ、サーリーで小田でプロちょっと言ってたんですけど、うん、この間って足のこと言ってたんですか、はい、右に乗ってから一度左にこう入る、あ、はいはい、でそれを回転に変えるんですけど、うん、ドライバーの場合ってもうちょっと縦回転というか、うん、アイアンの時はこうだったけどドライバーもうちょっと起きてくるので、うん、少しこう体的には、はい、まあ30度ぐらいですかね、立ってこう回転します、うん、なのでアイアンの時はこうにはあんまりならないんです、うん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 、でもその代わりとしてすごく感覚的に感じるのがこうだったけど左の後背筋なんです、うん、でマークセーブに行った時に今のミカちゃんは切り返しからやっぱりアイアンの時もそうだった、同時にこういうのがすごい見えます。なのでどこにそれが現れるかというと、フォロースルーがものすごい小さい、ちっちゃいな、なんでかというと手が長い、ちっちゃい、全体的に縮こまってるというか、全部が足のタイミング、体の回転、手がほぼ一緒なんでゴールにたどり着くのが全部一緒になっちゃうんですよ。じゃあなんでクラブが最後にこういうふうに大きくいくかというと、実は足、腰、後背筋、そして体でこう順番で最後クラブがいくんです。でそれが今全部同時なんで、わざとこういう動きをしてもらったり、そうするとちょっと左の後背筋がトップ行ったところから左足、はい、腰、体で最後にクラブ、そうするとクラブが後から来るものだから大きくこういうふうに最後にここまでです。だから体やらないんで、でももし今のでもう一回バックスをして体重左に乗せて、そういうのって言った時にこういったらフォロースルー取れなくなる、うん、この現象がやっぱりつまりやっぱり先輩たちが多くて、アマチュアの人っていうのはプロよりも圧倒的にフォロースルーが小さい、詰まって抜け道がなくなっちゃうよね。そうだから道を作らなきゃいけないんですよ、うん、そう、うん、道が作らなきゃいけないってことはどういうことかというと、全部同じタイミングで行くと同じ場所に同じプレーンでほぼこっちから行っちゃうんだけど、ずれることによって極端に言うと、うん、
下半身こう乗ってるじゃないですか、うん、腰が回った時って腰の力ってこうじゃないですよ、うん、こっちですよ、うんうん、でだんだんと腰はまずこっち、うん、力で体がこのくらい、うん、そしてクラブは最後に来るから、うん、どん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 外側にこういるんですよ、うん、あの遠心力でちょっと押し出されていくようなイメージ、うんうん、そうするとクラブヘッドが遅れてきて相当ぐらしきてみたいつぶりでいいから、そこからただこれちょっと今アイアンのレッスンのそのまま来ちゃったんで、うんうん、頭の位置がやっぱり左に行きすぎてます。あ、左です、はい、でどういうことかというとアイアンの時よりも、うん、この胸郭とこの股関節のこの軸って、うん、この角度ってアイアンの時よりも実際インパクトって10度ぐらい傾かないと、うんうんうん、だから最下点が要するにローポイントがボールの後ろに来るという、うん、その感覚でいくためには今の動作はつかなきゃいけないけど、うん、バックスにして踏んだ時にボールを越えちゃう、あ、ここなんです、越えちゃいけないんだ、そう、越えちゃいけない、それでそこからこういく感じです、そうか、そう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 、じゃあ今のを自然にやっていくんで頭のポジションが大体どの辺かっていうのを、うん、これで確認してみましょう、はい、じゃあ連続で素振りちょっとしてみてください、はい、はい、ここに何とか見える、うん、見えない、これ見えない、これ見えない、見えてる、あ、見えてる、でこれいかないようにして切り返してみて、はい、結構来ちゃうでしょ、来る、来る、すごい近づいたでしょ、うん、ちょっとそれです、したらほら、おすすめ取れたじゃん、自然に取れたじゃん、あんな詰まってたんだ、はい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 、 OK で今度は今言った左の広背筋がどのくらい感覚的になったっていうとバックスイングください。でこの状態からちょっと足をグッとまず乗せてみて、そうで今度腰回してみて、ここ張るでしょ、ああ張る、その張ったままほどかないで張ったままインパクトです、そう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 、2つできるかな同時に、できない、できない、やってみないと困る、さすがそっか、はい、広背筋できたじゃん、今頭の流れてない、読んでるんです、はい、で左の広背筋張りながら最後のフィニッシュまで OK、 もうちょっと回らない、なんでそんな止まってんの途中でなんか行かないね、ってことはどういうことかというとまだこういう感じです、あ、そっか、もっとこれ自分で見てよ、見て見て見て、いくよ、バックスイングの大きさに対して下ろす率ですね、めっちゃちっちゃいね、ちっちゃいでしょ、これ普通のスピードで流すとこうなっちゃうんだけど、うん、ちっちゃくない、すっごいちっちゃいね、やっぱりさっきの女子プロ見てるとこう、ほらこっち側にね、だからこっち側に、ね、今小池が言ったように例えばドライバーだと、うん、こんなに後ろにあるわけ、後ろにあるから野球も絶対そうじゃん、だってさ、うん、こうやったらここ泳ぐよね、うん、絶対あの監督も、うん、この辺なんだよ、うん、でバカなんだろうに、うん、ゴルフがなんでゴルフはみんなこうなるの、絶対ここだからガッとこう縮まってくるし、ここか、うん、後ろだよね、ね、そう後ろ前すぎてるわけ、まあ半端投げとか本番投げじゃ半端投げみたいに自分が後ろに行く、ハイヤー、ハイサイド、そうそう、クラブヘッドこっち、サイヤー、ハイサイド、うん、そう、体の、だからフィニッシュまで、うん、最後まで振り切ることが一番重要、そのためには絶対ビハインドボール、その後ろの反動で、もうちょっと大きくなったけど、いやいや、うん、だいぶだいぶいい、だいぶいいね、当たり場所がある、うん、もっとだよね、うん、もっとだよねって覚えることがやっぱり、すごい。ちょっと滑りしみようかな、はいはい、もっと後ろに行ける、違う、あ、まあそこまでフィニッシュでいるんだけど、もちろんだ、あの、はい、バックスイングしてイメージか、それでこっから左に乗ります、乗ったってこのぐらいだから、うん、こっちに行っちゃうの、アイアンみたいに行っちゃうので完全に乗ったでしょ、うん、そっから後ろに離れる、そう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 、この時は左足に軸、もう体重ない、うん、それでそのまま右足のまま回転する、そうです、え、なるほど、昔でいう明治の大砲に思えちゃうんだけど、そうなんだよね、実はそれが一番右足の蹴り使えるから、
そう、反動で後ろに、要するにこれを持った反動で後ろに行っちゃってる。あ、後ろに行かないんじゃないか。あ、後ろ綺麗すぎ。昔のね、オールドスイングなんで今のミカちゃんこうだ、こうでしょ、うん、今の人って変な話よ、うん、こうなっちゃう。そうそうそう、ババアとしても分かるでしょ。ババアとしてもこう、それをやること。ダメだ、うん、まだまだ。じゃあもう今のでフォロースルーもっと大きくする、もうちょっと、おお、ナイスショット。ちょっと滑りでフィニッシュやってみて。いや、まだ止まってるね。いや、楽になるね。そう、楽に、逆になる、実に、実は。でも、でもさ、でも使ってから少し距離を取ったんですよ。悪くない。そう、ってことは今できてるんですよ、うん、距離が出るから、数字に。これ、最近使うから、クラブが遅れてくるでしょ、うん、それをどん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 やっちゃってください。なるほど、はい。あ、もういいの、右だ。いいの、いいの、これ続けてほしいの。絶対距離全然右じゃない、これは。いや、いや、あ、来た。ほら、距離は全然伸びてる。伸びてる、伸びてる。そっか。ちょっと上から今、元に戻りましたね。ちょっとね、それはね。後背筋、そうだね。相当引っ張ったままリリースしたんだよ。くるん。そう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 。これやっぱり右に行ってるのが捕まった時にめちゃくちゃ飛ぶんだよ、うん、まあ、平均的にはさっき170だったのが180台だったんですけど、ね、でもこれ右に行ってて果たして捕まるのかな。捕まるんですよ。捕まるんです。そう、捕まるんです。クラブってね、うん、重心があって必ず帰ってきて戻るようになってる、うん、だから自分で戻さなくてもこのタイミングに慣れてくるとフェースが絶対ローテーションしてくるんですよ。まあ、簡単に言うと、うん、クラブの重心がここにあるんで、クラブこうやった時点でこう戻りたがるんです、うん、ヘッドってことで。だから後背筋にこう引っ張ってきて遅れてきてるから右にそうだけど、うん、絶対返ってくるヘッドって、うん、本当に力が抜ければね。だいぶそう。でも今のって急にフックになったけど、うん、そういう風にクラブってローテーションしてるんです。だいぶだいぶ、うん、クラブが動きたいように回転して回線をさせたり。そうそうそう。そうすると、ね、今度は捕まってるわけだから、うん、右にプッシュアウトもっとできるじゃん。ああ。できるじゃん。できる。ナイスショット。あ、なんだ、捕まるなと思えば、もっと右にプッシュアウト。でも捕まるよ。ほら。おお。危ない。まっすぐまっすぐ。あ、やった。やった。なんだ。これ出してみてよ、こうなるわ。こんなに急に飛んじゃうの。いや、だからそれはね、スピード見ない。いやいや、サムラがちょっと、やっぱり動かして。ナイス。もういいシーンになってきた。だいぶ良くなってきたね、本当にね、うん、おお、だいぶだいぶ。ナイスショット。これだと多分最初の時170いくつだったから230いくってことだよね。230いくね。190ね。だからさっき200いったのは、本当240近い。いやー、これいいんじゃない？当たってないから。ちょっと前。あ、でもちょっと当たったと思うんだけど。いや、だけど、もっと飛ぶよ。今のは、やっぱり前に行っちゃってる。でもさ、さっき平均170から180になって、次190になってきたね。どんどん飛ぶ。全然上がる、全然上がる。まだね、3回目なんだ。ちょっとガーツいいけど、オッケー、うん、右行ったんですよ。そんな右行ってないから、ね、いや、真ん中です。本当だ。来ましたね、95。なんか当たり前あんまり考えないけど数字だけ伸びてくる。そうだね、やっぱそれが飛距離アップ。関心ではないのに。そうなんだ、うん、おー、いいんじゃないですか。どうですか。いいね。こう攻めるとやっぱ飛ばないかな、うん、いやいや、でも、まあ、でももうほら、平均が195です。要するに今の重心に感じてクラブのここでもこう感じたじゃないですか。やっぱりこっちでも感じなきゃいけない、うん、こうこっちでもね。こっちでも、まっすぐ行かせようと思って、やっぱり上手い人だからこう当てたいかってんだけど、もっとこう回転しなきゃいけない。もうちょっとブラブラしていいんだ。そう、グリップの力をもうちょっとだけ抜いてあげる。そうするとクラブが
ちゃんと重心通りに動いてる。今のができたね。だから右行ったやつ、これが捕まると見せちゃう。だってさ、でも軽く当たる。ブラブラじゃないけど、こんなたまらないでしょ。そうだよね。すごいね、そんなに。だからヘッド置いてるわけ、うん、こうなってるよね、さっきの、うん、その時にこの左の後輩にね、そうそうそう、だからこれだと、うん、そこ張ってくるよね、背中、うん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 、そのまま回転してる。でそこで腕で振っちゃダメよ、何もしなくていい、くるっと回るよ、クラブ来ました、いい感じ、これはいい感じだった、うん、ポテトこんな感じで、はい、最後190また、うん、いい感じでした、はい、まあ、今日 の、 あのドライバーの飛距離のコツはおさらいすると、やはり左の広背筋使う、それと重要なのはビハインドボール、ボールよりも後ろにいる、でクラブのこのヘッドの重心をしっかり使ってあげる、やっぱりアイアン同様ヘッドを動かさないでクラブが遅れてきてね、やっぱり監督の DNA を使ってない。使ってない。でもやっぱり最初は使ってたもん。ちゃんといいスイングできた時は200超えたでしょ。まあ俺ね250は絶対いけると思うんで。あれが270X で、220つだから、うん、まあ、うん、50だ。またまだね。250近いってことだ、ね。次もちょっとやってもらう。いい。そうですね。はい、はい、今度例えばひもやとか、いいですね、実際に球見ながら。はい、やってもらって、まだ多分今日は迷う。でこのビデオを家に帰ってもう一回見直して、うん、あ、はい、そうするとすごく頭入るね。やっぱ今言われてる、それがいいの、うん、そうそうそう、分かんないから、もう最新のスイングでいきましょうよ。はい、ちょっとオールディーズですか、はい、ビートルズになっちゃったから、つまらない、滑った、はい、カットする、はい、そうですね、はい、じゃあ今日も最後までご視聴、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、よろしくお願いします、ありがとうございます。